はい、どうもタブヤンです。今回は京都府宇治市小倉の思い出バーカセットさんに伺っております。思い出バーカセットの深田さんとはとあるご縁ができまして、私の方から、提案をして、一緒に、コラボさせていただくことになりました。思い出のファミコン、それからお店紹介の動画を上げましたけども、今回は、もっと詳しく深田さんに直接お話をお伺いしていろいろ聞いてみたいと思います。深田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、深田さんとは、なんと1975年生まれということで、私と同年代、同い年になります。ただ深田さん、学年は先輩、一つ先輩なんですよね。そうですね、はい、で同じうさぎ年ですね。同じうさぎ年、はい、私はもう9月13日の、スーパーファミコンの発売日なんですけども、学年先輩ということで、まあ先輩とは呼ばせていただきます。はい、で、一度事前打ち合わせでこちら来させていただいて、すごく、感動したんですけども、そのあたりね、深掘りしてお聞きしたいと思います。まず深田さん、オープンまでのいきさつですとか、まあ私のこの京都の小倉というのがすごくゆかりがありまして、私の出身地の、すぐ近くということもありまして、深田さんにすごく興味を持って声をかけさせていただいたんですけど、どうしてここに、この京都の小倉に、オープンすることになったんでしょうか。そうですね、場所的なところで言いますと、はい、実はもう来年、2023年度の予定なんですけれども、はい、任天堂さんの、もともと任天堂宇治小倉工場というのが、はい、まあ、この近鉄小倉駅のすぐ最寄りにありまして、はい、まあ、うちのお店からも最寄りなんですけれども、はい、なるほど、そこが来年度、その2023年度に任天堂資料館として、はい、生まれ変わるという、うんうんうん、はい、ニュースを昨年2021年の6月に、はい、まあ、見まして、うんうん、で、まあ、ひらめいて、ひらめいて、はい、うんうん、あ、ここでもうファミコンの思い出を語る酒場をやりたいっていう、なんか降りてきまして、うん、おそれからですね、まあ、1年ぐらいかけて、はい、時々出張の合間とかに、うんうんうん、この小倉を訪れて、まあ、いろいろ物件を見たりしまして、うん、はい、っていう経緯で、まあ、とりあえず小倉、近鉄線の小倉、京都宇治市小倉というところに決めたっていうのは、はいはい、まあ、そういうことが一番大きいですね。なるほどなるほど、任天堂さんの工場が近くにあるんですね。ね、今ちょうどもともと工場だったところらしいんですけど、はい、で地元のね、お客さんとかいろいろ、まあ、もう来ていただいてるお客さんとかに伺うと、はい、もともともうその工場も倉庫として去年は使ってたっていうことで、うんうん、はい、で、はい、このほどそのまたさらにリニューアルして資料館になるというニュースがありまして、うんうんうん、なるほど、まあね、もう勝手に盛り上げ商売というか何かこうね、まあ、今までファミコンでいろいろとコンテンツを作ってきた身としては、何かこうね、勝手に盛り上げることができないかっていうことで、まあ、もともと私自身もね、こうお酒が好きだったりとか、はい、こういうもうリアルに語れる場が欲しかったなという経緯もあったので、うんうんうん、はい、まあ、ここにできるということで思い切って、もうタイミングですねというところで、はい、なるほど、はい、開店をしました。もう1年間準備されてきたんですね。そうですね、うん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 、任天堂の宇治工場
宇治小倉工場ですかね、正式な名前は、はい、宇治小倉工場ですね、うん、私も幼少期にこの近くに住んでましたので、はい、よく存じてましてなるほどね、ある意味タイムリーなニュースだったんですね、その任天堂資料館っていうのは、ね、そうですね、本当にこの辺、うんうんうん、逆に私はもう全然、まあ、縁もゆかりもないところではあったんですけれども、まあそのニュースを見た時に、うんうん、もうやっぱりあ何かやりたいっていう、まずそこが、うんうんうん、思いついたというか、その中で、うんうんうん、まあいろいろ物件も探しながら、うんうん、っていうところで、まあ私自身が、まあ、自分自身ずっと思い出のファミコンっていうサイトを、うんうんまあ、約20年近くやってきて、あ、はい、その中で、まあ、まあ今まではそのインターネット上でいろいろな方の思い出の投稿を集めるという、はい、まあ個人サイトをもうライフワークとしてやってたんですけれども、うんうん、何かやっぱりこの形を別のことでできないか、ネットだけじゃなくて、うんうん、まあ、逆にねこうリアルにそういう語れる場というのができたら嬉しいなっていうのはなんとなく、まあうんうん、ずっと思っていたことではあったので、うんうんうん、やっぱりそういう意味では、まあ、タイミングですかね、あとはその場所っていう部分での、まあ、ご縁というかその辺が、うんうん、まあ、たまたま重なって、まあ、立ち上げることになったという、うん、はい、形で、あの超有名サイトですね、思い出のファミコン、私も昔からちょくちょく見させていただいてまして、 ありがとうございます。もうね20年も続けちゃいましたけど、うん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 、思い出のファミコン一時期はね本当にGoogle さんの検索では、うんうん、10年以上前ですけど、一時期本当に、ね、はい、ファミコンで、単独のファミコンで検索すると、はい、一番に上がってきたぐらいの、うんうんうん、まあ、最高はあったので、その頃からね、もうずっと続けて、投稿するものはもう1600以上。1600以上。はい、うん、投稿を、まあ、掲載させていただいているというサイトになります。皆様から思い出を募って投稿してもらいただいて、はいはい、で深田さんが責任編集で、はい、その投稿内容を、そうですね、まあ、はい、よくしてというか編集して、そうですね、でそれを、まあ、はい、思い出のファミコンとしてウェブサイトに載せると、はいはい、私も使わせていただいたんですけど、年代順とか、タイトル順で検索できたり、はい、すごくなんかあったかくなるウェブサイトですね。 ありがとうございます、はい、で、まあそんなような深田さんの、まあ、レトロゲーム愛が、はい、この思い出バカセットにつながったっていうのが、はい、そうですね、形にしちゃったというところですね。実際リアルに形にしちゃったと、はい、いうことですよね、はい、まあお店に入ると一番気になるのが壁一面にファミコンソフトが、はい、なんと本物のファミコンソフト、シールとかそういうのじゃないですもんね、はい、これリアル壁紙でもなく、はい、リアルロムカセット、リアルロムカセット、これ多分ちゃんと数えてはいないんですけど、多分200以上は、はい、はい、張り出します。それを見てるだけでも楽しいんですけど、まあ、ファミコンだけじゃなくてゲームボーイとかスーパーファミコンとか、はい、ディスクシステムもあるし、はい、なんか名前が書いてあるのが多く見受けられるんですけど、はい、これはなんか何かそのあるんでしょうか。これはですね、はい、まあもともと私の友人で、はい、名前入りカセットミュージアムという、はい、個人サイトをやってらっしゃる方、名前入りカセットミュージアム、はい、うんうん、でこちらはね、まあ、館長という形で関淳二さんという方が、関淳二さん、はい、はい、やってらっしゃるんですけども、はい、まあ、関さん自身も、はい、まあ、ゲームの開発をされてる代表の方で、はい、うんうん、まあ、任天堂スイッチとかでもダウンロード販売してるんですけれども、うんうんうん、まあ、昔ながらのオホーツクにキユとか、ああいうコマンド式アドベンチャーを今の時代に、まあ、スライドしてというか、同じ世界観で
あのゲームを開発されている方がいるんですけれども、うんうんうん、有名な方ですね、はい、そうですね、もうあのね、その旅情ミステリー案内という形で、うんうんうん、まあ、今まで第2弾、第3弾まで今度発売されるようなんですけれども、うんうんうん、まあ、その方と私、まあ、もう4、5年ぐらい前から、まあ、たまたまお仕事の関係でお付き合いがあって、そこから、まあ、友人としてお付き合いさせてもらっていまして、お、はい、でそれで私が、あのね、その去年ぐらいからそのお店を探している時に、まあ、こんなお店をやりたいんだよねっていう構想をお話ししたところ、うんうん、あ、でしたら私のコレクションを、提供させていただきますよということで、うんうんうん、でもお借り受けをいたしまして、うん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 、それを掲示させていただいているという、なるほど、はい、形です。うん、ね、これももう本当にオープンした日がゴールデンウィーク前の、ゴールデンウィークの4月の29日からだったんですけれども、うんうんうん、はい、もうあの関さんにあのわざわざ京都までお越しいただいて、お関さんご家族でお越しいただいて、で、はい、ご協力いただいて、もうその日の朝から実は一生懸命せこせこ張り出して、なるほど、もう開店時間の6時になるときは僕はもうあの結構ヘトヘトになってました。あこれ関さんのからそうですね、あのお預かりする形でお預かりした、はい、コレクションになります。なるほど。なのでね、まあそれこそお客さんがこうね、今後たくさんいらしていただく中で、まあ、それこそあの資料館ができたら、おそらく全国からあの、ね、この宇治小倉の、ね、場所にいらっしゃる方も多いと思うんですけど、そうですね、はい、そういう方たちと、もしかしたら自分のカセットと奇跡の再会を果たせるかもしれないみたいな、そんなストーリーができたら面白いなというふうに、そうですね、はい、思ってます。私は名前を書かないタイプだったので、私のはないと思うんですが私の同級生のものがあるかもしれないですし、ね、皆さんも ね、実現したらもう本当に奇跡ですから、ね、そうですよね、はい、この数あるソフトの中で皆さんもね、名前を変えた記憶のある方は、そうなんですね探してみるのも一興じゃないでしょうか、ね、なのでね、まあもちろんそのね、ジャケット側を見せてこうね、そこも、ね、目当てにこう見たいっていう方もいらっしゃるでしょうけど、やっぱりここはあくまで思い出バーですので、やっぱりそのそれぞれの人たちの名前が書いてあって、それぞれのなんかたくさんのその当時の思い出が逆に詰まってる、なるほど、なるほど。という意味ではこの方のがよりこのなんていうんですかね、糸の、うん、思い、温かみというか、はい、そういうのも詰まってるんじゃないかなっていうところとか、確かに、あとはやはりこの名前が書いてあることで確実に誰かのものであったっていう、世界で一点物っていう意味でのやっぱり価値、うん、では逆にその名前入りカセットであるからこそ、まあ、浮かび上がるんじゃないかなというふうには思っています。なるほど、確かに名前書くの裏面が多いですね。そうですね、何気にこう裏面が皆さんね、うん、こうまあ、名前シールを貼ってらっしゃる方もいますし、うん、まあ、中にはね、あのパスワードのシールとか、うん、ビックリマンのシールとか、やっぱりこうそれぞれの時代を感じさせる。そうですよね、はい、電話番号書いてるやつもいます。そうなんですよ ね、電話番号まで書いてない、うん、もうご丁寧に電話してみようかね。本当ですね。お宅のカセットありますよ。ないですけど。いやー、いるだけでなんか楽しい空間なんですけど。そうですね。まあ本当にね、もうあの手に取っていただいても全然構わないカセットたちですので。まあそういった中で、あのいろいろね、こう思い出を、ね、こう、まあ、お話しいただけるんじゃないかなという、はい、真似していきたいなとは思っています。まあ、もちろんね、まあ、私とお客さんとでお話しすることもあるかもしれませんし、もしかしたらお客さん同士で何かこう共通の思い出とか、そういったことが話せるような場にしていけたらいいなというのがやっぱり理想ですね。思い出バーですもんね、福田さん。そうですね。基本的にゲームはできないですもんね。はい。はい、うん、撮影とかなんか記念に撮っていきたいとかは、はい、もう撮影可能なんでしょうか。
撮影もガンガンしていただいて、SNS 投稿もどんどんしていただいて結構ですので、はい、壁に撮影 OK というシールもありますね。はい、そうですね。入り口になんか金縁で飾られたゲームがあるんですが、はい、これは何かあの SNS を見るとあのモザイクがしてありましたので、はい、これの内容はね、はい、やはりあの何が書かれているかっていうのは、はい、ぜひあのご来店いただいて、はい、見ていただけたらネタバレなんで、そうですね、衝撃のネタバレの基本的には深田さん、はい、お一人で今はされてるんでしょうか。そうですね、私がなるほどやってまして、はいはい、あの基本的にはまあおそらく確実に金土日週末にかけてはやっておりますので、はい、なるほど、まあ、金土日プラス、はい、まあ営業日、営業日、はいはい、という形ですので、はい、まあ、確実なのはまあ、インスタ、公式のインスタもありますし、はい、ね、Google とかでも検索していただいても出てきますので、はい、直接ご連絡をいただければ、はい、確実に、私がいるような形で、はいはい、調整いたしますので。わかりました。皆さん、はい、インスタグラムも、ね、チェックしていただいて、最後にご紹介しますので、よろしくお願いします。結構、いつもの視聴者の皆さん真面目に喋れるでしょう。私もたまには喋れるんですよ今回はそんな形でやっております。深田さん、ちなみに好きなファミコンソフトは一つあえてあげるならば何でしょうか。ここはですね、あえてあげるとしたら、はい、バルーンファイトなんですよ、ね、バルーンファイト、はい、ああ、なるほどね。すごく操作が難しいやつですね、はい、実は一番初めに買ったカセットっていうのは、はい、結局南極大冒険、ね、あ、結局南極大冒険、ああ、はい、なるほど。もともと、はい、なぜか私その時ファミリーコンピューターの、はい、ゴルフが欲しかったんですね。それはちょっとクロートですね、はい、ちょっとそれなぜなの、今となってはなぜなのかっていうのは全く記憶ないんですけど、ゴルフ、ゴルフが欲しかったんですよ。で、近所の私育ったのが、はい、東京の葛飾柴又というところだったんですけど、はいはい、その近くにあったディスカウントストア、はい、にですね、はい、まあ、買いに行ったんですけど、欲しくて買いに行ったんですけどなくて、はい、でただその時どうしてもこうもうなんていうんですかね、こう子供の心というか、はい、どうしてももう物欲をこう解消しなきゃいけないっていう中で、物欲、はい、何としてもこうね、貯めたお小遣いで買おうっていう気持ちを、はい、なんかこう解消しないと気が済まないというところで、なぜか結局南極とは大冒険を買ってしまうっていう。なるほど、はい、でしかもその時はまだね、はい、本体がなかったんですよ。あ、本体なしで、はい、当時はね、はい、まあ、ファミコンの本体を持っている友達とかの家に遊びに行ってね、うんうんうん、こう、はい、やるっていう形、スタイルが多かったですから、私も、はい、最初の頃は友達の家に行って遊ぶという形が多かったんですけど、はい、その中で、まあ、まずは、まあ、本体はね、やっぱり高かったし、うん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 、当時も多分結構品薄だったんじゃないかと思うんですよね。まあね、事情もあったんで、うんうん、じゃあまずはカセットからっていうことで、はい、まあ、何せかの結局南極大冒険だったんですけれども、はい、で、まあ、そんな中で唐突にうちの父親がですね、はい、ファミコン本体を、はい、買ってきてくれたんですよ。あ、そうなんですね、はい、1985年、うんうんうん、85年、はい、発売されて2年目だと思うんですけど、の実はね、私当時の日記、子供時代の日記を実はつけてた。ほうほうほう。そこに、はい、きちんとあるんですよ。ファビアンさんに見てもらいます。あ、見せていただいてますけども、まさに5月23日日記、うん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 、ね、今日なぜかついにお父さんがヨドバシカメラでファミリーコンピューター買ってきてくれました、うん、と。あ、1985年5月23日の日記で書いてるんですね、はいはい、で、うん、この時に、はい、そのまあ、私の好きだった、欲しかったソフトのゴルフがまずあった、はいはい、あ、ゴルフを履いてた、はい、うんうんうん、でしかもこれ多分おそらくうちの父親も
あのいわゆる当時があった抱き合わせで変わってきたと思うんですよ。なるほどね、本体との抱き合わせだと思うんですけど、はいはい、それであのその3本抱き合わせだったんですけど、はいはい、その1つがゴルフだった。ゴルフ、はい、でもう1つがロードランナー。ロードランナー、はい、はい、でもう1つがバルーンファイトだったんですよ。あ、そうなんですね。バルーンファイトは当時あまりそんな私もね、あの知らなかったんですけど、こう、やっぱり同時プレー、2人同時プレーっていうことで、私、三つ目の兄貴がいまして、はいはい、あのその兄と一緒に遊んだ記憶がありまして、やっぱり同時プレーでこう協力プレーとか対戦プレーとか、なんていうんですかね、こう、ね、なんかこう、その中でね、こう、いろいろ兄貴との思い出とか、まあ、思うようにこう動かないキャラクターの、まあ、もどかしさとか、なんかいろいろなこう、ね、当時の思い出とかね、こう、まあ、なんですか、こう、バルーントリップっていうあの面がずっとこう進んでいくやつだとか、ありますね。はい。兄貴と一緒にこう協力してやって、なんか達成、クリアした時の達成感とか、めちゃくちゃ感動的だったのを覚えてて、なんかそういういろいろなこう、なんですかね、もう、一番最初のそのファミコンの思い出としての、まあ、いろいろなものが詰まってるのがバルーンファイトだったんで、まあ、バルーンファイトを、まあ、好きなことを、はい、上げさせていただいてるというのですね。なるほど、はい、いやー、リアル思い出のファミコンですね。そうですね、はい、でちなみにゴルフはやったんですか？ゴルフはやりました。ゴルフやりました。結構ね、ゴルフやりましたね。で、うちの父親とかもやりましたし、そうですか。まあ、実はお店に本当に、リアル自分の名前入りカセットのゴルフがありまして。あ、そうなんですね。はい、これはちょっと写真後でいただきましょう。はい、ありがとうございます。で、実はそのリアルファミコンも本体も、はい、まあ、お店の方に飾っておりまして。なるほど、はい、このね、見ていただけると分かるんですけど、この黄ばみ感がもう、うわー、もうリアルですね。リアルな黄ばみ感が、85年5月ですからね、もう37年ぐらい経ってる、リアルな黄ばみがですね、こう時代を感じさせるし、なるほど、はい、ボタンもね、もう、あのへこんでしまって、おそらく連射とかでたくさんこうね、そうですね、でもうへたってしまってるんでしょうけど、もうね、そんなクタクタのファミコンですけど、もうね、こういや、はい、リアルにこちらは実機を飾ってますので、はい、神として祀られてますね。そうですね、もうまさにご本尊として、ぜひね、ご来店いただいて、はい、リアルファミコン見ていただければと、はい、歴史の詰まった、はい、そうですね、はい、この今座っているテーブルも懐かしい色というか、う、ね、ファミコンをなんか意識してますよね、これ。そうですね、ファミコン本体ね、こう、まあ、いわゆるエンジ色と言われるところをこうカウンターのテーブルにも使ってまして、壁とかも、まあ、本当にファミコン本体の、まあ、ホワイトですよね。そうですよね、あ、この壁は基板でないですね、はい、これ新品 ですからね、皆さん、はい、まあ、そういう空間の中でね、こう、まあ、実は椅子なんかも丸い形をしてて、はい、あの AB ボタンのイメージ、これね、丸ボタンですよね、はい、丸ボタンのイメージをしてまして、まあ、全体的に空間としてもファミコンのこう世界観を感じていただけるような形になってますし、そのファミコン本体風な店内にカセットがたくさん飾ってあるというところで、あの、まあ、その懐かしさみたいなのを全身でね、体感いただけるんじゃないかなとは思います。なんか居心地がいいです。ありがとうございます。さすがに四角ボタンはないですからね。そうだね、はい、あのすぐ詰まるやつですね、はい、四角ボタンはなし、ま、全部皆さん丸ボタンだから安心してください。足絡ませたりはしませんからね、はい、今までオープンしてからどのようなお客様が深田さん来られてますか？やはりあの、そのファミコン世代というか。そうですね、やっぱりあのね、私のね、こう、はい、まあ、オープンして1ヶ月ぐらいですけれども、1ヶ月、はい、はい、私の知り合いなんかも来てくれたのもい、ますし、はい、まあ、あとやはり地元の方、はいはい、あの来ていただいてますし、はい、まあ、同年代の方もいますし、まあ、ちょっと若い方なんかもいらっしゃいますし、あ、結構広く、幅広く、はい、で、来ていただいて、ね、あのそれこそ実はこうゲーム系のお仕事されてるっていうような方
なんかも実は、そうなんですね、はい、したりして、うん、そうですね、まあいろいろなこうお客さんに来ていただいて、うん、はい、おります。幅広く来ていただいて、はい、まあやはりゲーム好きが多いっていうことですかね。そうですね、まああのお話も聞いてるとね、うんうんうん、今のゲームをやる方もいますし、うんうんうん、いやもう今のゲームはさっぱりっていう方もいますし、うんうんうん、ただねやっぱり当時そのファミコンだったっていう部分に関しては、うんうんうん、まあ割と皆さん共通して話ができる方々が多いかなという感じですね。そうですね、私のチャンネルでももうゲーム卒業したけど私の動画見てゲームを見る専門になったりですね。いや、 やっぱ か語る専門もいていいじゃないですかね。はい、うん、そうですね、やっぱり思い出はずっと語りたいと思うので、ね、はい、もう皆さん共通にあると思います、ね、そうですよね、はい、で私は深田さん恐縮なんですが、あのお酒があまり飲めないタイプなんですが、はい、まずあのお酒が好きな方に向けて、はい、あのどういったあのお酒っていうかあるかっていうのをちょっと、はい、説明していただいてもよろしいですか。はい、私自身がもともとね、まあ、お酒好きだったっていうのもあるので、はい、あの一応今お店としては売りはですね、はい、あの全国、日本の全国のクラフトジン、クラフトジン、はいはい、を揃えています。はいはい、で結構あのもちろん京都 の、うんうんうん、あの京都蒸留所の木の火という、まあ、ジン、こちらは結構有名な、はい、ジンなんですけども、はい、まあ、それですとか、はい、まあ、私のもともとの地元である広島の広島桜王っていうジンですとか、あの全国いろんなところのクラフトジンを揃えてまして、うんうんうん、まあクラフトジンっていうのは非常に面白くて結構、はい、あのね、そのそれぞれの各地方のいろいろな、うんうんうん、まあ、うんうん、食材とか、はい、素材とかを、うんうん、こう風味付けに使ったあのお酒ですので、まあ、いろいろなその全国のこう、うんうん、味わいというか、そういうのが楽しめるっていう意味では面白いのかなという、うんうん、なるほどなるほど、まあね、それこそ昔のファミコンじゃないですけども、うんうんうん、ジャケットだけで買うじゃないですけどジャケットの説明だけで、ね、ビジュアルだけでなんとなく買うじゃないですけど、うんうん、そういったようなあのクラフトジンの面白さですね、うんうん、ね、こういろいろな地方のいろんな素材を使った、うんうん、あのその中で美味しいだろうかどうだろうかっていうこう想像しながら味わっていただくっていうのが、うんうんうん、まあ、クラフトジンの魅力なんじゃないかなと思っています。なるほどなるほど、はい、うんうん、まああまり詳しくない方も深田さんにおすすめをお聞きしたりしてそうですね、ね、はい、あの気軽に来ていただければと思いますね。まあ、それ以外にも、はい、アルコールが苦手という方も、はい、まあ、田村さんもね、そうおっしゃってますけれども、はい、まあ、ノンアルの、カクテルなんかもですね、うんうん、まあ、今後いろいろ充実させていきたいなと思っていますし、はい、まあ、ソフトドリンクだけでなく、まあ、本当に、はい、いわゆる最近だとモクテルとかっていうんですけども、うんうんうん、まあ、ノンアルの、うんうん、こうカクテルなんかも、うんうん、まあ、充実させることで、うんうん、まあ、いろいろなこう、ね、お客さんとあくまでそのうちはね思い出バーという形で思い出を喋るための場ですので、まあアルコールがね、うん、こう苦手な方でも、はい、こう懐かしんでいただけるような、はい、あのお店にはしていきたいなというふうに思っております。それは助かります。はいうちの仲間もお酒が飲めないのがちらほらいますので、ね、そうなんですね。私もそれはね、結構、はい、逆にこう発見だったというかね、うんうんうん、意外とやっぱり私自身もね、まあ、昔はすごくたくさん飲んでたんですけど、はい、最近あまりそのちょっとあのアルコールがあまり飲めなくなったっていうのがあって、いろいろとねこう私自身もそういうノンアルユーザーの気持ちっていうのは非常によく分かるようになってきましたので、あー、なるほど、はい、それこそあの勉強しながらちょっとノンアルカクテルの充実も図っていきたいなっていうふうには思っています。はい、ぜひね私のチャンネルの仲間たちもあのできればね、福田さんの許可を得て集合させたいと思います。お待ちしております。いつの日かよろしくお願いします、ね。はい。まあ、いろんなお話がね、盛り上がると思うんですけども、まあ、これはちょっとね、あのカットをしていただいてもいいんですけど、はい、福田さん、あの前回あの、下見させていただいた時に、はい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 、あの私が帰る時にお客様来られてたじゃないですか。はいはいはい、で、あのお客様が、ちょっとあの、お聞きしてて、なんかちょうど皆さん分かると思うんですけど、メガドライブミニ2が、はいはい、なんかセガで、はい、発売が
されるっていう決まったよっていうようなことを、はい、深田さんとそのお客様が話されてて、はいはい、で僕は盗み聞きしてまして、はい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 、であそうなんだと思いながら深田さんとの打ち合わせ終わって帰ったんですけど、はい、あじゃあちょっと覗いてみようかなと思って、はい、あの日のちょうど帰りですね、はいまあ、夜9時か10時ぐらいにで、はい、あの電車の中で見たんですけど、はいはい、だからちょうどあのアマゾンで予約、はい、これねあのチャンネルのみんなにまだ言ってませんけども予約したらあ予約始まってたんです、はい、でメガドライブそうなんですよ、ね、でその日に予約し、はい、できましたあそうなんです、ね、ということで皆さんメガドライブミニ2、発売日に実況しますのでよろしくお願いしますで、まあ、そんな話をねお客様がされたり、ねはい、お客さんがね、来てくれてたんで、まあ、その時たまたまねそんな話もしながらでその後それこそ、はい、アーカイブ配信、はい、その発表日のアーカイブ配信も、うんうんうん、実は一緒にお客さんと見てたりしましてそうなんですね、はい、そんな感じで、うんうんうん、大きなねはい、お店も画面がありますのであそうですねモニターがあるので、はいはい、モニターが一緒に、まあ、YouTube とか、うんうんうんね、YouTube ライブとかそういったものも楽しみながら、うんうんうんまあ、何でしたらね昔のゲームの映像とかもね、うんうん、こう検索したりしながらそうですね、はいうんお話だけじゃなくて、はい、実際に目で見ながらっていうこともできますので、うん、そうですね、そんな、ね、楽しみ方もしていただきたいというふうに思ってます、はい、まあゲーム自体はできないですけどそういったこともできたりしますの で、はいですねはい、まあ可能性はまだまだなんか深田さんありそうですよね。そうですね。私自身もね、こうたくさんね、こうお客さんが来てもらえる中でね、いろいろお店自体も、はい、メニューもそうですし、はい、中身とかもね、こういろいろまあ変えていきたいな、まあいい形で。そうですね。まあ、本当にね、まあじっくり、まあ自分自身のサイトもね、約20年やってますし、ね、このお店自体もこう細く長く、はい、ね。こうできるような形で、うんうんまあ、来年度以降ね、うんうん、任天堂さんの資料館ができたら、はい、新しいお客さんとかもいらっしゃるでしょうし、うんうんまあ、そしたらね、もう普通に昼間営業なんかもしてですね、うんうん、ああ昼間も、はいうんうん、やっていきたいなというふうに思ってますので、はいはい、分かりました。まあ福田さん今回ご縁がありまして、はい、ぜひね何かあったら私も呼んでいただいてあもうねぜひぜひいろんなことをね一緒にさせていただきたいなと思いますので、はいチャンネルのみんなもね、ぜひ応援をお願いいたします。